空域に向かって隠密飛行中の機体の動きを捉えた。ニューコム側にとって重要な情報を握る人物が登場しており、その接触はぜひとも阻止しておかなければならない。なお少数ではあるが護衛機の存在を確認しており、交戦も予想され、速やかに行動し任務を遂行してもらいたい。戦は成功した。ニューコムは有益な人材を失って混乱している模様だ。
気分はどうだ。鈍重な大型機の撃墜は確かに後味は悪いだろう。しかし我々は必要な時に血を見るのをためらってはいけない。この刺激は必ず世界中のダミンを貪る連中にも現実の叫びとして届くだろう。まだまだ我々の叫びは続く。この世界を変えるまでだ。君には私を信じてほしい。それだけだ。おい、気がついているか。最近の命令内容、どうやらディジョンが関わってるらしいって話なんだ。なんか雲行きが怪しいと思わないか。俺も少し奴の近辺を調べてみるが、お前も気がついたことがあったら俺に教えてくれ。頼んだ。それじゃまたな。すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル W クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で、半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し、現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレーニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて、同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令は、まだ信じられない、これから自分も現地に向かい代表の捜索指揮を取るつもりだ、墜落の原因についても一刻も早く救命したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。前回の事件によって我々の意思はユーピオに限らずニューコムにも確かに届いたようだ。彼らは最新の高高度攻撃機を使った戦闘に打って出た。しかも我々の持つこれまでのエアロコフィンが自力でその高度まで到達できないこともすでに確認済みだ。そこで君には今回の作戦用に特殊機体を緊急に用意した。高高度までロケットを使って打ち上げられ、成層圏ギリギリから降下し、自分たちのテクノロジーに頼り油断している彼らを上から叩いてほしい。私は基地を越え、キースは下から彼らを襲撃し挟み撃ちにするつもりだ。これは確かにかつてないタイプの作戦ではある。しかしテクノロジーを売り物にするニューコムを本気で相手にする以上、これからはゼネラルでの常識など通用しない場面も増えるだろう。それは越えねばならない壁だ。君にはその力があると信じている。それにしても呆れた話だ。科学バカ連中も無茶するが、こっちも相当の無茶を考えたもんだな。俺たちはアストロノーツじゃないってことだよ。ま、下からの攻撃は俺に任せて、打ち上げ花火に乗ってくれ。それじゃ任せた。